はいどうもこんにちは、ニッケイカーメンです。今回は Twitter ファイルパート7と8を見ていきたいと思います。そして、それに対する反応ですね、そちらの方も見ていきたいと思います。今回の英単語は discredit。discredit。意味は疑う信用しない、評判を悪くする信用を傷つけるなどということです。それでは早速見ていきましょう。はい、こちらの Twitter ファイルですね、ちょっと動画を作るのが遅れてしまったわけなので、 まあ、Twitter file part seven FBI How the FBI and intelligence community discredited factual information about Hunter Biden's foreign business dealings both after and before the New York Post revealed the contents of his laptop on October 14, 2020. はい、2020年の10月14日にニューヨーク・ポストがハンター・バイデンのノートパソコンについての記事を出したわけなんですが FBI とインテリジェンスコミュニティつまり情報機関ですねそういったものがこのハンター・バイデンの海外でのビジネスについての事実である情報それらをディスクレディテッということでここでは信用を傷つけるということですね そういった情報の信用を傷つけるっていうことを FBI と情報機関などが行ったということなんですがこれはニューヨークポストが記事を出した後と出す前に行われていたということですねそれでは個人的に重要だと思ったところを見ていきたいと思うんですがまずハンター・バイデンのノートパソコンについてですねデラウェア州のパソコン修理屋さんにそのパソコンが届けられたということで,で修理したけれどそれを着取る人がいなかったっていうことだったんですが でそのパソコンですね2019年の12月9日に FBI がそれを押収したっていうことなんですねで2020年の8月にそのノートパソコンを修理してた人が FBI から何の連絡もなかったっていうことなのでルーリー・ジュリアーニさんにメールをしたんですねただジュリアーニさんは FBI に監視されていたっていうことなのでこの情報が提供されていたっていうことが FBI に筒抜けだったわけなんですね で、2020年の10月の頭らへんに、ジュリアーニさんがニューヨークポストにそれを提供したんですね。ここで結構ね、ちょっと待てよって思ったのが、ジュリアーニさんが FBI に監視されていた。それで、このハンター・バイデンのノートパソコンについての記事が出るっていうことを FBI は前もって知っていたっていうことなんですね。そういうこともあって、FBI が Facebook や Twitter にハッキングされた情報が提供されるぞとか、 ご情報が提供されるぞみたいな、そんなことを言うことができたわけなんですね。それで2020年の10月14日にニューヨーク・ポストがその記事を出したわけなんですが、もちろんこの記事の重要なところっていうのが、メールのやり取りなどで、海外とのビジネスとか、そういったものとかね、そういう話があったりして、おそらくジョー・バイデンもそれに噛んでいた、少なくとも一部のお金をもらっていたっていう情報があったわけなんですね。 そうなるとかなりの大ごとなわけなんですけれどすぐにツイッターなどの SNS 会社はそれを検閲していたわけなんですねでその海外でのビジネスにおいてハンター・バイデンというのは、まあ、円で言ったら何十億ものお金を海外の会社からもらっていた中には中国政府とのつながりがあるような企業とのビジネスもあったでハンターはそのお金を受け取って特に何の労働もしていなかったということなんですね でまあ、あんまり詳しく話していくとめちゃくちゃ長い動画になってしまうわけなのでちょっと要点だけをかいつまむと FBI はこのノートパソコンが本当だっていうことをもちろん知っていたわけなんですよねその現物を持っているわけなのでもう1年近く持っている状態でこれはハッキングだというようなことで Twitter に検閲させていたっていうことなんですよね Twitter の方からもロシアからのなんか情報操作みたいな感じのアクティビティの 証拠というか根拠とかそういったものがないっていうようなことを言っていたわけなんですね。でも FBI は引き続きツイッターに圧力をかけていたようなんですね。何度も何度も FBI はツイッターの方に外国からの影響について尋ねたりしているわけなんですが、ツイッターは毎回毎回そのような活動の根拠はない。そういうふうに回答していたようなんですね。するとですね、2020年の7月に FBI のエルヴィス・チャンという人、前にも話題に上がったことがあるエルヴィス・チャンという捜査官が、 Twitter 内部の人たちに一時的にトップシークレットレベルのセキュリティクリアランスを提供するっていう話をしていたわけなんですね。でメールの内容の方には誰がそのクリアランスを受けるかっていうのは Twitter 側が決めていいと。そういうことなんですね。まあ、普通だったらトップシークレットレベルのセキュリティクリアランスを獲得するっていうのはめちゃくちゃ長いプロセスなんですよね。SF86 っていうものすごく長い書類に記入して バックグラウンドチェックとかいろんなもう操作っていうレベルのバックグラウンドチェックが行われたりとかするわけなんですよね。でもこちらの方では選挙の30日前から一時的にそういう情報を提供できるようにセキュリティクリアランスを提供するっていうようなそういう話が出ていたわけなんですね。でここでちょっと軽い余談みたいな感じに入るんですけれど2020年の8月にこの FBI のチャンっていう人がツイッターの方に ツイッター内に誰かトップシークレットクリアランスを持っている人いないかというふうに尋ねると、誰かがあ、ジム・ベイカーがいるよっていうふうに答えたんですね。ああ、そっか、彼のこと忘れてたっていうような感じで言ってたわけなんですが、どうやら FBI にいた時にジム・ベイカーとこのチャンっていう人、接触があったようなんですね。で、おさらいすると、このジム・ベイカーっていうのが元 FBI の弁護士で、トランプさんのロシアゲートについてめちゃくちゃ関わっていた人で、 トランプさんとロシアとのつながりをでっち上げて、ロシアゲートというものが起こったわけなんですけれど、それに関わっていた人なんですね。で、ジュン・ベイカーは最終的には FBI 首になってるんですよね。確かメディアに離陸していたかとか、そういった感じだったかな。そういうことで FBI 首になって、で、その後ツイッターで働くようになったようなんですねで。ツイッターファイルのパート1、どういう情報を公表するかっていうところで、彼が一旦目を通した上で公表していたようだっていうことで、 それが後で分かって、おい、ふざけんなっていう感じで、ツイッターから解雇されてるんですよねで。どうやらですね、この2020年の時点で、数多くの元 FBI の人がツイッターで働いていたようでして、なんか、用語集みたいなのをね、メールで送ってたっていうようなことがあったりして、それがこちらなんですけれど、FBI ではこういう用語を使ってたよ。ツイッターではこういう用語だよ。同じ意味だよっていうような、そういうチャートを送ってるんですね。で、この問題の ハンター・バイデンのノートパソコン問題なんですがその記事をツイッターが検閲したっていう根拠っていうかねその口実っていうのがハッキングされた情報だっていうようなことでその記事が公表されるというかそのツイッターで拡散されるのを阻止したわけなんですがで最初はこれハッキングされたものじゃないんじゃないのっていうような話があったんですけれど先ほどのベイカーがいやこれはハッキングされたかフェイクか両方かっていうような感じで これはツイッタールールの違反だよっていうようなことを言って結局記事が公表されないというかね拡散されないような感じにしたっていう感じなんですねでしばらくするとツイッター内部の方でもああこれはハッキングなんだなみたいな感じになって、まあ、信じているっていうような感じになってたんですねでこちらの方のメールの方ではこういう説が出されていてですねこのハッキングはまた別のところで起こったんだっていうようなことを言ってるんですね ハッキングされてそのハッキングされたデータっていうのをノートパソコンにぶち込んだ上でデラウェア州の修理屋に出したっていうようなそういうことを言っているわけなんですね。これかなりの陰謀論ですよね。かなり飛躍している陰謀論なんですけれどまあそういうもんだろうなっていうような感じでツイッターはそれをやったわけなんですね。 まあ、とにかくツイッターは FBI に頼まれていろんな検閲とかを行ってきたわけなんですが、時には FBI から圧力かけていたということもあったらしいんですね。で、さらにですね、どうやら FBI がツイッターにお金を払っていたということも出ているんですね。その金額が3415,323ドル。円で言うと、まあ、3億円以上ですよね。今のレートだと4億円近いかもしれないですね。そのぐらいの金額をツイッターに払っていたということなんですね。で、この名目は、 ツイッターは FBI のためにいろいろやっていたからその人件費としてそれを払っていたということなんですけれどそれでもね FBI からツイッターにお金が支払われているっていうのはそれはすなわちツイッターは FBI のために働いていたということというかねもうツイッターが受け負い業者みたいになっているような感じですよねというわけでざっくり言うとこのツイッターファイルパート7はこういう FBI がツイッターに圧力かけていたお金を払っていた で、そのハンター・バイデンのノートパソコンの話、本当だっていうことを知っていた上で検閲させていたっていう、そういうことですね。FBI がめちゃくちゃ腐ってるっていうのがわかると思います。次に、ツイッターファイルパート8ですね。これはツイッターが米軍の心理作戦に加担していたっていう話なんですね。まず、ツイッターは政府によるプロパガンダだとか情報作戦とかそういったものに加担しませんよっていうようなことを長年言っていたっていうことなんですが、 実際はそうい具体的には2017年あたりから US Central Command CENTCOM というところをですね中東とかそういったところを担当する米軍司令部ですけれどそちらの方でそういう情報戦のためのまあフェイクアカウントを作っていてそちらのアカウントをホワイトリストしてくれとかあと認定チェックつけてくれとかそういった感じの申請があったということなんですねでホワイトリストというのは 以前、シャドーバーンについて話したことがあるんですが、シャドーバーンっていうのはアルゴリズムをいじって、そのアカウントのツイートがあまり拡散されないようにするっていうのがシャドーバーンなわけなんですけれど、ホワイトリストっていうのはその逆で、より広く拡散されるようにするっていう、そういうふうにアルゴリズムをいじるっていう話ですね。それで何十もの,そのアラブ語アカウント、米軍のために作ったやつをホワイトリストしたいとか、そういった話ですね。 それで中東の特にイランとかサウジアラビアとかイエメンとかそういったところでこういう情報戦、心理戦とか行うことができるようにツイッターはそれを手伝っていたっていう話ですね。まあ、もっと掘り下げるともっといろんなディテールとかがあったりするわけなんですけれどざっくり言うとこんな感じですね。ツイッターが米軍のそういう心理作戦の手伝いをしていたっていう感じですね。はい。という感じでツイッターファイルパート7とパート8はこんな感じになっています。 で次にですね、このツイッターファイルの公表を得て、FBI はコメントしていたっていうことなんですが、こちらエポックタイムズからですね。FBI response to Musk's Twitter files says conspiracy theorists trying to discredit bureau、まあ。とにかく FBI がコメントをしたっていうことなんですが、これ僕のツイッターの方でも一部公表したんですけれど、まあざっくり言うと、陰謀論者たちが FBI の信頼を損ねようとしている。信用を傷つけようとしている。 ということで、誤情報を流している、拡散しているということがとても残念です、みたいなことを言っているんですね。ツイッターのファイルの方で、明らかに FBI の捜査官がツイッターとやり取りしているというメールの内容が公表されているんですよね。明らかにアメリカ憲法修正第1条に違反しているような行為とか、そういったことをしているわけなんですよ。そんなの公表されて、これを陰謀論と言われてもね、説得力がなさすぎでしょうっていう感じなわけですよね。 でこういうコメントが出てくるっていうことは、やっぱこの FBI 上層部っていうかね、一番トップのところじゃなくって、なんか中間レベルでも結構腐ってんじゃないかなっていうふうに思いますね。これはもうどうしたらいいんだろうなっていうような感じなんですよね。もう FBI 一旦解散してもう一度作り直した方がいいのかなっていうような感じなんですけれど、 でもそういうことをしたら、もうすでに FBI にいた人たち、それを腐らせた人たちがまた戻ってくるんじゃないかというような感じで、これどう解決したらいいのかなっていうような感じなんですよね。で、そこでこちらのニュースですね。こちら timcast.com の方からです。Republican Rep calls on Congress to halt FBI funding over Twitter files revelations。共和党の下院議員が、下院の方に、この Twitter ファイルの情報について、 一旦 FBI の資金をストップさせた方がいいいんじゃないかというようなことを呼びかけているっていうことですね。でこの人が言ってるのは最初はツイッター内部の23人の好き勝手している社員とかがいたんじゃないかっていうような感じでそのハンター・バイデンのノートパソコンの検閲とかそういったことをそんな感じでされていたんじゃないかというふうに思っていたけれどもこのツイッターファイルの公表によってこの FBI が80人以上もの捜査官を使ってツイッターにに 3億円以上のお金を払って、ここ数年、人々の言論を押さえつけて、人をバーンさせたりとか、そういったことをしていたということが明らかになったということで、これは政府がやるべきことではないということで、これは何とかしなきゃいけないんじゃないか、FBI の資金を一旦止めた方がいいんじゃないかっていうようなことなんですね。This is an agency that's out of control。この組織、この機関は暴走しているっていうふうに言ってるんですね。一旦 FBI のすべての資金とかストップさせて、 彼らが会員の前に立って、どういうことをしていたのかということを説明するまで、資金とか止めた方がいいんじゃないかということを言っています。まあ、止めた方がいいんじゃないかじゃなくて、止めないといけないというふうに断言しているんですね。でここで私たちができることは、資金を止めること、出費を止めること。FBI は必要である。私たちは本当に FBI が必要であるということを言って、ただこの FBI は暴走しているということで、 国議外によって権限を与えられていることじゃないことをたくさんしている。権限がないことをしているっていうことを言っているんですね。というわけでですね、このツイッターファイルね、この最初の方はなんかちょっと弱いなっていうふうに思ってたんですけれど、多分ツイッターファイルパート1はジム・ベイカーによって弱くさせられてたんですよね。で、回を重ねるにつれてどんどんひどくなってくるっていうような感じなんですよね。これかなり大ごとだなっていうような感じなんですよね。FBI が腐っている。 米軍の作戦にも加担しているというようなそういうことがあったりするわけなのでいやこれは闇が相当深いなというふうに思うんですよねただ以前も言ったと思うんですけれどツイッターってアメリカ国内ではそこまで強い SNS サイトじゃないんですよねそれなりに強いんですけれどやっぱツイッターよりも Facebook や Instagram とかそういったところの方がよっぽど強いんですよだからね多分 Facebook とか Google とかそういったところにもこういう同じような働きかけがついてたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そこら辺も暴いていかなきゃいけない闇なんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今回は以上となります。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。